やっていきましょう。セブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題ということで、カメラダンボということで、ね、ショートアニメーションつむつむということで、使ったことないからどんなキャラなのか全然わからないですよね。まあ、ダンボ自体もね、そんなに見たことのあるやつじゃないですけど、ダンボって結構実写になってましたね、あの CG ムービーの方で、なってましたね。はい、まあちょっとつむつむのカメラつむのそのスキルためるまでどんなキャラなのかっていうのを楽しみにしてくれやっていきましょう。なんかね、だんだんね、もうこういつだね、どのくらいやってんの2時間近くね、ずっとつむ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 ってやってね、こうやって実況をベラ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 一人でスマホに向かって喋りながらやってるんですけど、あ、なんかちょっと疲れてきちゃってね、バシャ、あ、なんかあの、しょぼいけど可愛い、いいね、バシャは、あ、可愛いっすね、いい、そういう意味のカメラだったんですね。なるほど。あ、これは可愛いわ。何回言うんだ。じゃあもう一回。はい。ズー。チーは。よし。はい、じゃあウッキーちゃんもやっていきましょう。クイ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 。ちなみに今、他に一緒に消されているツムがピグレットとヒョウちゃんと、それから今消した黒いツムがですね。忘れたよ。確か、グーピーの息子ちゃんじゃなかったかな。はい。そんな気がするんですけどね。あ、違うんで、その、なんでそういう気、はい。もう一回くらいシャッターチャンスちょうだい。もう一回くらいシャッターチャンスちょうだい。あ、パーシャー。イェーイ。ふい。まあ、そんな、時間よ。そんな焦らなくても。時間に焦らなくても。ああ。待って、エクスペリエンスがあと1個足りなかった。あと10足りなかった。そしてレベルも上がって2000コインも失われていく。プラマイで言ったら1400コインを失っていくっていう感じですね。くそー、あと10か、足りんかった。ということで、次回は確実にクリアしていきましょう。お疲れ様でした。バイバイ。